男たちを熱くするもの。やっぱり俺からサッカーを取ったら何が残るんだろうな。勝負へのこだわり。試合に勝つことだけしか考えてなかったですね。チームと一緒に山形ってやつと一緒に歩いて戦っていきましょう。湧き上がるスタジアム。そこにはチームと共に戦う12番目の選手たちがいた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。2009年12月松本市総合球技場アルウィン。この日もスタジアムは熱気に包まれ揺れていた。この日スタジアムに足を運んだ観客は1万人。多くの人が支え続けたクラブが一つの扉を開く。JFA ジャパンフットボールリーグ昇格。しかし歓喜までの道のりは決して楽なものではなかった。今から2年前の11月アルウィンに松本山雅の姿はあった。この年リーグ優勝を果たした松本山雅は JFL 昇格をかけた全国地域サッカー決勝大会に挑む。ところがクラブ史上初めての挑戦は夢のまま終えることになった。そして2008年、再び JFL に手が届く舞台に松本山雅は帰ってきた。昇格への思いはどのチームよりも強かったはず。ところが前年同様苦戦を強いられ、しかし昇格への熱き思いがゴールを呼び込む。湧き上がるサポーター。誰もがこの後の結果を予想だにしていなかった。JFL 昇格は再び遠のく。これで2度目。去年に引き続き残念だと思いますし、ただ選手は一生懸命やってくれましたし、まあ、自分たちがやろうとしているものについてはできた。対戦チームが驚くほどの熱狂的なサポーターに支えられる松本山雅 FC。 クラブの歴史は44年前に遡る。当時松本市にあった喫茶店の名前からその名は付けられた。この時今のクラブを誰が想像していただろうか。しかしこの時からすでに山雅の夢へのロードは始まっていたに違いない。信州に J クラブを。その夢のために呼ばれた選手たちがいる。柿本道明32歳。今シーズン松本山雅をキャプテンとして牽引してきた。数々の J クラブを渡り歩き積み重ねてきたその経験は現在の松本山雅において必要不可欠な存在である。ピッチにあってはポストプレイヤーとしてチームの攻撃の起点となる。私生活においては良き兄貴分として若い選手たちに慕われる。
名実ともにチームの精神的支柱となっている。そしてもう一人、松本山雅の守護神原博明31歳、現在 J2 クラブである栃木 SC が JFL の時に在籍していた。原も JFL 昇格のために呼ばれた選手である。試合中、原は鬼の形相でチームを鼓舞する。現在、松本山雅が所属するリーグは上から4つ目の地域リーグ、北信越リーグで戦っている。その山雅がまず目指すところは一つ上の JFL、 アマチュアサッカーの最高峰である。 JFL 昇格をかけた舞台、全国地域サッカー決勝大会に出場するには2つの道がある。一つはチームが所属している地域リーグ、松本山雅の場合なら北信越リーグで優勝すること。もう一つは全国社会人サッカー選手権大会で優勝もしくは準優勝の成績を収めなければならない。どちらにしても今シーズンも過酷な道のりが待っていた。だが松本山雅には全国に誇れる強い味方がいる。スタジアムを揺るがす彼ら、ウルトラス松本、12番目の選手とも言われるサポーターたちだ。その代表である引田幸成さん、地元のクラブである松本山雅を応援しようと引田さんを中心に2003年に結成された。当時は 4,5 人しかいなかったサポーターも今はこの人数、驚くほど増えた。山雅の選手にとってその声援は何物にも変えられない大きな支えとなっていた。いやもう本当にね、すごいです松本。びっくりします。多分他の人見たら信じられないんじゃないかな。僕結構知り合いとかにも話するんですけど、本当かよっていつも言われるんですけど、いや本当に一度ねやっぱあれを見てもらいたいし。そのサポーターとともにチームは今年8月新潟の地に乗り込んだ。この試合に勝つ以外 JFL への道は残されていなかった。やっぱり北信越のパルセロ戦ですかね。同じ長野県チームであり同じリーグに所属する AC 長野パルセイロ、両チームの対戦はいつしか信州ダービーと呼ばれるようになり、選手サポーターともに他チームとの試合とは比べようもないほど燃え上がるようになっていた。そして共に後がないこの日、スタジアムはいつも以上にヒートアップしていた。開始早々から松本山雅はパルセイロの猛攻に遭い2点のリードを許す。まあ、前半2点取られて、ここで終わるのかってみんな誰もが多分諦めかけてたと思うんですけど、しかしスタンドのサポーターたちは決して諦めていなかった。チームがどんな状況に追い込まれようとも彼らはひたすら勝利を信じピッチの選手に声援を送り続けるのだ。彼らが12番目の選手と言われるゆえんだ。試合結果にも影響を及ぼすほどの力を持つその声援、選手はピッチに注がれる応援に応えようとここから闘志をむき出しに戦い始めた。
共に戦う姿がここにあった。いや本当最高だと思うし、やっぱりその来てくれる、足を運んでくれる人のためにやっぱ勝たなきゃいけないっていう、まあ心地いいプレッシャーというか、本当でもあの大勢のサポーターが後押ししてくれるんで、本当心強い本当皆さんですね。戦う場所、対戦相手がどこであろうと、彼らは応援に足を運び、精一杯の声を出し、力を送り、選手たちの背中を声で押す。12番目の選手としてピッチにいる選手たちと戦う。この試合も声援に後押しされるかのように後半徐々に山鹿に流れが傾く。声援が力として膨れ上がった瞬間、結果を呼び込む。続けにゴールを決め、同点に追いついた山鹿。ウルトラスの応援はさらに熱を帯びる。その後、試合は一進一退が続く。プライドとプライドがぶつかり合う。これぞ信州ダービー。試合終了1分前、諦めることなく戦い続けた山鹿に歓喜の時が訪れる。柿本から放たれたボールがネットを揺らす。真っ先に飛び込んだ場所は声援を送り続けたサポーターのもと。これぞ周りを魅了する山鹿劇場。劇的な逆転勝利を収めた。 JFL を目指した戦いは北信越から全国の舞台へと移る。本当にあれから多分そこが本当に僕らの、ね、ターニングポイントになったと思うし、あの試合を勝てたことで今につながってるんじゃないかなと思いますね。この試合をきっかけに松本山が昇格への戦いはいよいよ加速していく。